始めろよ、早く。早く始めろよ。はい。何今日も適度に適当に。チャンネル登録と高評価、お願いします。ねえ、やばくない？ご存知の通り酔ってまーす。ねわかりです。質問をツイッターで募集しました。エッチー。何の話だっけ？質問を募集しました。ねえ、せっかくなのでお酒を飲みながら、って感じで。酔っ払ったねおちゃんが質問を答えちゃうぞ、みたいな企画です。イェイ！すでに酔っ払ってます。テンション高いなというわけで、今日はこんなねおちゃんにお付き合いくださいまし。いやーね、これね、料理で使ったね、デミグラス用のワインを買ってもらって、まあ、こんなんしか使わないじゃないですか。見て！まあね、これを飲み切るまでにしようかな。じゃあちょっと質問読み上げていきます。ちょっと僕の独断と偏見で読みますので、読まれなかった人ごめんなさい。どんまい。じゃあ質問です、はい、今後映像の作品の中で着てみたいお洋服やコスプレなどありましたら教えてください。セーラームーンとか。ああ、いいですね、うん、着てみたいのは何？もう決まってるんですか？ないですね、別に。ホタルちゃんじゃないんですか？いや、私好きすぎるものは逆にアダルトではやりたくない派なんで。じゃあまあセーラームーンね、今度。かな。次いきますよ。はい。ネオちゃんこんにちは、質問。ネオちゃんが付き合ってもいいかなと思える男性、どんなタイプですか？難しいですね、いいかなと思える男性でしょ。うん、極論その今年というか、ネオちゃんがしてみる年上の人でも、うん、ネオちゃんいいなと思えば別にいいんじゃないですか。なくなりました。早くない？あと一杯です。え、何？年齢と様子の話？私なんか自立してる人とか、なんか頑張ってる人とか、うんうん、あと仕事できる人とかが好きだから。肉体緩めるの好きですもんね。好きー好きなんか話してみて、フィーリングの合う人。これ多分どんな人にもそうなんじゃないか、うん、容姿とか年齢とかもうね、気にしないでね。え、そうそうそう、自分の強みはさらけ出していけばいいと思う。ね、あとはなんか、もう私のやることなすこと 100% 受け入れてくれる人。お姫様ですからね。そんなことないですよね。見てもらったとおり。見てもらったとおり。見た目の話。続きいきますよ。はい。でデートで行った場所で印象深かった場所、もしくはデートで行ってみたい場所はありますか？デート、うん、デートって何ですか？遠い過去も。でもあるでしょ、なんか印象に残ってるデートの場所とか。長崎。渋い。2泊3日くらいした日があって、うん、当時付き合ってた男性と、うんうん、ハウステンボスでしょ、うん、あと教会巡ったでしょ、ペンギンの水族館行ったでしょ。あ、ペンギンの水族館が良かったんですよ。旅行でいろいろ回れたのがちょっと思い出に深いですよね。おデートで旅行ね、良いしたい、ねね、それいいかもですね、うん、じゃあ次いきます。ちょっと僕これ耳が痛いというか怖いなっていう質問なんですけど、ネオ、うん、ちゃんが思ういいマネージャーとそうでないマネージャーを教えてください。逆にマネージャーさんが思ういい女優とそうでない女優も知りたいです。じゃあ先に西尾さんから聞こうじゃないか。どうでしょうね、みんな個性があるし、うん、みんな目的が違うんで、うん、一概にはこれっていうのは、ね、ライフに来る女優さんはそういう人多いですよね。そう多いから、うん、AV 新法だなんだってある時代ですから、うん、誤解されやすいんですけど、うん、やっぱ胸張ってやってくれるモデルさんというか、うん、そういうことじゃない物理的な話じゃない。みおちゃんどうですか、いいマネージャー。いいマネージャー、うん、まあ、西尾さんはいいマネージャーと思いますけど、悪いマネージャーでもあるまあだからなんかそのまあライフに言えることだけど、その女優さんのやりたいことを全力で応援してくれるとか、なんかやりたいことをやりたいようにやらせてくれるとか、いいマネージャーというかいい事務所って感じだけど、私すごい女優さん思いなんですよ。なんか女優さんの引退した後のことまですごい考えてくれてて、いい事務所だなって。こんな感じで今後も頑張りますので、応援よろしくお願いします。じゃあ次行きますよ。はい。まあ今お酒飲んでるってことなので、うん、お酒にまつわる失敗が聞きたいそうです。失敗は
基本ないんですけど、私記憶を基本なくさないんですよ。ああ、しっかりされてる。そう。で、なんか絶対お金払って帰るし、絶対お家にも帰るし、うん、ただ一回だけ起きて、お家にいて、服も着てるし、荷物もちゃんとあるし、ただ、どうやって帰ってきたか全く覚えてない時があって、それが初めてってか、それ以降もないんだけど、めっちゃ怖かった。え、私昨日飲んでたよねみたいな。でもなんか僕はあんまりミュージアムの失敗談聞いたことないですね。他のモデルさんいっぱい聞きましたけど。え、そうだから失敗しないんで私、うん。ドクター X みたいな。酒のドクター X みたいな。ダイモン美智子みたいな。はい、次行きますよ。はい。僕は彼女の妹役でファンになりました。あかりさんが好きだった作品の設定はありますか？雨の中浴衣で。はい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 。あと、あれだよね、あの、一番売れたやつね。一平ちゃんの。ああ、一平ちゃん。一平ちゃんって言い方あるけど。一平さんのね。一平さんの感じ。は印象残ってるよね。だって3回もお会いしてね。そうだね。全部同じ作品だったからね。じゃあ次行きましょうか、うん。これどうでしょうね。理想の行為のシチュエーション。え、そんなんイチャイチャラブラブしたいに決まってるじゃないですか。多分みんなそうですけど、うん、好きな人ととかね。それはそうよ。わざわざ潜入してね、そこで、みたいなのは。ないしね。なんか誰かで取られたりとかもないしね。ないし、誰も傷つけたくないですからね、こっちは。そうよ。平和なのが一番。じゃあ次行きます。ちょっと踏み込んだのもこっから。踏み込んでいきますよ。はい、これじゃあ言おうかな。新作は乳首特化の作品ですが、はい、本音を言うと、ネオちゃん的に10段階でどのぐらい敏感でした？え、その作品の時ですか？はい。その作品、それは言えなく。でも、ずっと見てるよりもこねくるじゃないですか。あ、確かに。乳首もげそうになる時あるもんね。そう、みんな終わった後、うんうん、なんかみんな、痛いってなってましたね。なんかずっとやられると痛いし、強さとかもあるから、うん、痛いよ。やってやろうか。男性もそうですよね。そうだよ。2時間こすられてみるって。そうだよ。乳首舐めてあげようか。次の質問です、はい、よく撮影後筋肉痛って話を聞くんですけども、はい、どこが一番筋肉痛になりますか？男子の場合なんかお尻特化の作品が多いからなんか、はい、こういう姿勢をね、はい、よく取るんですよ。あの S 字に曲がるやつですよね。そうそうそう、うん、ここの筋肉をものすごい使うから、うんうん、いやエッチ見ないで。っっこうねなってね、お尻をねそうこく突き出してってなるからここをすごい使うのと、うん、あとこの体勢で固まってるとここも結構くる、インナーマッスルがくるんですね。そう、あとここも腹筋に力を入れなきゃいけないから腹筋もくるし、でなんか手上げてとかやってこうなってたらここもくるから。あの作品によって違うけど基本腰は痛いし、あと何、私が上になってさ、あの上下に動かす時があるじゃない？ってなるともう完全にねスクワットと容量一緒だからね足痛いなってなる時もあるし、みんな言いますよね、やっぱもも系ケツ系そうそうそう痛いなみたいな。そうで、なんかあの男優さんに体重かけすぎてこいつ重とか思われたくないなっていう乙女心もちゃんと持ってるんで。なるほど。ちゃんとこうあの乗っかりながらかつ体重をかけないように体重をかけないようにみたいな。変な筋肉も使うから、はい、全身きますよ。全身ね。はい。はい。次行きましょうか。はいよ。はい。これもちょっとセンシティブですね。おいや。大人なおもちゃを使いながらプレイはどう思いますか？いいんじゃない？ありですよね。うん。うん。なんでしめじ置いた？演技な。でっかいしめじのことね。なんでそんなシチューブなよ。あー、いいね。これつまみに飲めるね。香りをつまみに飲める。いい匂いするわ、ほんと。大丈夫、モザイクかかんない。これだろうかな。別にいいと思いますよ。いいと思う。まあ、双方の合意があってやることならばいいんじゃないですか。じゃあ次の質問で、ね。まあ、彼氏いない歴リアルに何年、どうですか。僕知らないからあれですけど。ああ、そうですか。事務所に言えないことある。内緒。いねえだろ、お前。うるせえよ。全然いねえだろ。夢を持たせろよ。おめえいねえだろ。いいじゃん、3年彼氏いなくったって。うるさい。出会いないもんだって。もうこの仕事やっちゃうとね。そう。切れ気味。そう。じゃあ次いきますよ。はい。じゃあこん
にちは。またはプライベートでは S、M どちらですか？どっちにもなれます。好きなプレイも教えてください。プレイイチャイチャ、プレイイチャイチャでもこの仕事やったからどっちもいけますよね、みんなね。相手に合わせるのが、そう、相手の求めることに応えたいから、なんか私の本音を言ったら責めてもらいたい。でもまあ求められるなら求めてあげようじゃないか。あー、ちょっとこれもあれですね。以前、うん、ティーバッグの下着は持ってないと番組で言ってましたけど、はいはい、あ、気は変わってない。気は変わってないです。ティーバッグは好きじゃないけど、私はキモパン派です。あ、なるほど、ね、はい。ちなみに今日のパンティーは、はい、あのここ後ろ全面レースです。女性の下着でいつも思うんですけど、うん、それもつけなくてもよくねみたいな。いや、それはあるよね。なんかこれ本当に機能性あるみたいなね。防御力ゼロすぎて、うん、空いてるのとかあるもんね。うん、何それみたいな。あ、これ面白いんじゃないですか。最近ハマってるお酒とそのお供は。最近はジンジャーハイボールとか。あ、でお供は。いぶりがっこクリームチーズ。大好き。梅梅チューハイといぶりがっこクリームチーズ。これでお店を当てられた人すげえ。もしかしたら会えるかもしれない。で、その人が今後作ろうと思ってるロリータの服はありますか。うんうん、何も考えてない。で、ロリータ作るのって本当にめんどくさいのよ。ちょっと忙しいんですか。そうなの、私忙しいの。他にもなんかおいっ子のお洋服作ってあげたりとかしてるから、自分のためにお洋服作る時間が今取れないんだよね。はい、次行きます。今後 VR の作品を出す予定ありますか。いや、でも多分オファーは来てるんだと思うけど、私が VR 嫌いすぎて苦手なのよ。 VR って大変なんだから。そうね、 VR って本当になんかもうカットかけられないから、長い時は1時間くらい流しっぱなしみたいな、回しっぱなしみたいな。本当モデルさんの力が問われる。大変なんだから。そんならばやってやろうじゃないか。メーカーさん見てますか、梅津さん。これ見られてたらむしろダメだと思うんだけど。どうしよう、契約切られたらみんなのせいだ。結構取ったので、はい、これで締めたいと思います。あ、本当ですか。まだ残ってるんですけど、じゃあちょっとお時間もありますから、じゃあ飲みます。はい、飲んでください。一気しなくていいですよ。昨日一気したやつがいたのにね。おいおい、俺がコメント見てる間ね。ごちそうさまでーす。乾杯。申し訳ないんですけど、ちょっと一回食べた時にはもうこれで一回終了。まあね、この動画が伸びたらね、第2弾もあるかもしれないので、はい、その時は梅梅チューハイ用意してやりたいと思いますので、よかったら高評価とチャンネル登録とその他もろもろよろしくお願いします。それちゃんとできんのかよ、ってもら。以上、ネオタリでした。バイバーイ。チャンネル登録と高評価お願いします。